ビザ俊彦のロックバン。鋼の美学ザ観光地鹿児島県。山本特志向株式会社とのコラボコーナー、鋼の美学を感じるものを社員の皆さんにジャンルごとに選んでもらっています。現在のテーマは観光地ですが、コロナが収束したら行きたい観光地を教えてもらっています。今回選んでいただいたのはですね、営業アシスタントの松岡ひろみさんです。コメントを紹介しましょう。かつて旅行で訪れとても大好きになった場所です。自然豊かでシンボル的存在がある桜島は圧巻でした。人はとても温かく、たまたま入ったお店の店主さんに、桜島は噴火で火山灰がすごいからということで他の観光地を勧めてもらい、最後まで楽しく観光することができました。地元のお魚やお肉も美味しく、人生で一番美味しいとんかつを食べました。コロナが落ち着いたらパワーをもらいにまた訪れたいです、ということですね。鹿児島ね、美味しいものがたくさんありますね。鹿児島で食べたさつま揚げ、これは絶品でしたね。あと最近ね、カルカンというものもカモンアルフィで食したんですけどね、非常に美味しかったなと思います。松岡ひろみさん、どうもありがとうございます。さて今週もですね、鹿児島県ではないんですけど、同じ九州出身の大先輩が来てくれています。この後さだまさしさんの登場です。ロックエンターテインメント、高見沢俊彦のロック版。この番組は山本特殊鋼株式会社他各社の提供でお送りします。ジ・アルフィの高見沢俊彦です。山本特殊鋼は錆熱に強いステンレスのシームレスパイプを販売しています。ステンレスシームレスパイプは電気通信などのライフラインには欠かせません。ご用命は確かな信頼と実績の山本特殊鋼へ。あ、俺たちと同じだ。高見沢俊彦のロックバン。 TBS ラジオの制作でお送りしている高見沢俊彦のロックバン、先週に引き続きスペシャルゲストのさだまさしさんとお送りいたします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週からいろいろこうお話を聞かせていただいてますけど、はい、やっぱりね、僕の中での完成形さだまさしというのはですね、完成形って言われると辛いな。いやいや、もう遥か彼方に完成しているものですから、それがずーっともうね、宇宙みたいなもんですよ ね、 これね。宇宙どこまで行ってもさだまさしみたいな感じってあるじゃないですか。あ、まあ、そうしないとね、あんなにさだまさし研究会だとかいくつも立ち上がんないと思うんですよ。さだまさし研究会って研究してんのかな本当に。いや、してると思いますよ。一人いたけどね、高校の卒論でさだまさしを取り上げた子が。あ、でも大学にもそういうのあるんでしょ。あ、ありますよ。早稲田大学のさだまさし研究会っていうのがね、もう42、3年前にできて。そうですよね。まだ未だに続いてます。二十何人って言ってましたよ。だからそれだけ、それだけ、それだけ研究材料としてはもう完成形であるって証拠じゃないですか。いやー。まあ、縄文式土器を見て、これはどういう文様であるのかみたいな。縄文か、俺は。縄文、例えば。縄文か。いや、平安でもいいですよ。あ、そうか。でもほら、あらゆるものが詰まってるじゃないですか。歌の中に。あ、でもさ、それはさ、万葉集の中にも、古今集の中にも、同じ感動が詰まってんだよね。僕にとってみればね。だから、それをあえて紐解いて見るか見ないかの差はあっても、人間一人が0歳から何歳まで生きる文化って、僕はたかが知れてると思うね。ゼロから積み上げていくもんだから、文明っていうのはほら、前の世代が10まで積み上げたら10引き継げるけど、ほうほうほう、人間だけはゼロで生まれるから。あ、そっか。どんな偉大な人でもゼロから積み上げるでしょう。文明っていうのは、やっぱり前の世代が20までいったら20引き継げるし、僕ら100ぐらいから引き継いだら5000ぐらいまで積み上げなきゃみたいな。なるほど。人間の文化だけはそうはいかないよね。生きて死ぬまで。そうですね。まあ、先人が残した文化っていうものを踏襲しながら僕らも、ね、ここまで来てるわけですけど、佐田さんが例えば小説家として、
やっぱりこう目指したものっていうのは何なんですかね。あんまり目指してないんだよね。目指したっていうのはね、なんで僕は小説を読むかっていうと、自分の暗い部分をこう腹渡を開いて、わしづかみにして、俺はこんなに醜いっていうことを書く小説っていっぱいあるんです、はい、いわゆる日本でいう純文学っていう中に多いんだけど、もうそれ読んでて楽しくないの。なんかね、確かに知ってるよそんなことって。お前に言われなくたって俺の汚さは俺が一番知ってるよって思うから。確かに読んでてね、なんか、ああ得したと思わない。ああはいはい、なんかこいつもかって思うぐらいで、なるほど。だからなんかね、こう豊腹絶倒だったり、それからなんか夢に満ちてたり、はい、あ、これは考えもつかなかったなっていう小説を読むと、はい、得したなって思うのよね。ああ、なるほど。で、得したなって思うのと、僕が小説読むときって現実逃避だから、現実逃避なんだ。うん、現実逃避が多いな、僕は。ああ、なるほど。高見は時代劇ってあんま好きじゃない？いや、好きですよ、僕。僕ね、時代劇専門チャンネルの愛好者なのよ。あ、時代劇専門チャンネル見てるよ。いや、何にもない時は僕、朝から見てるよ。朝4時から、大岡越前見てるよ。おー。そのぐらいの、時代劇が好きな、なんでお前そんな時代劇好きなのって自己分析してみたの。うん。現実逃避だね。そっか、俺もね、結構好きなんですよ。だって絶対、絶対悪いやつってやっつけられるじゃん、時代劇って。そうなんですよ。で、三河屋が悪いやつで、そうそう、大官さんもこれどうぞ。時々長崎屋っていうのが出てるんだけどさ、長崎傷つくんだけど。でもなんかさ、悪いやつやっつけてくれるよね。そうですね。完全懲悪の世界ですよね。完全懲悪が、時代劇はね。完全懲悪がもてはやされた頃の日本人ってさ、なんていいやつなんだろうと思うよね。そうですね。まあ、銭形平次とかね。そうそうそう。大岡八蔵さんのやつとか。そうそう。ああいうの、もう毎回、毎週僕ら見てましたからね。大岡越前で未だに泣けるっていう、その。でもそれって娯楽じゃないですか、ある意味。娯楽だよ。そういうものをやっぱり小説として、やっぱり、僕はやっぱり作りたいっていうことですか。娯楽として読んでるから、なんか得したいんだよね、読み終えた後に。うん、ああ、気持ちがいいなとか、あ、なんか元気出たなと思うような小説に出会った時に、ああ、嬉しいなと思うから。ビザンとか、やっぱり、ちょっとこう。ビザンが。歌もそうでしたけど。そうですか。やっぱりこう、なんかこう、マッチングがすごいなというか。小説はね、子供の頃から好きでね。何でも読んでました。やっぱり日本文学が多かったですか？日本文学ってそんなに読んでないと思う。あ、どちらかというと外国。少年少女世界文学全集。あ、僕も読んでました。うちにあったんで。15少年漂流記とか。はいはいはい。ハックルベリフィン、トム・ソーヤーとか。はいはい、それから、小公子、小公女、家なき子。赤毛のアン、あ、赤毛のアン、その辺だよね。ああ、僕らの入り口って。そうですね。で、それでその勢いでハイネだとか、リルケだとかその辺に入って、もうちょっと日本語を読みたいと思って、宮沢賢治、はい、まあ萩原朔太郎、はははは、月で、そうこうするうちに小説読みたいと思って、まあ日本文学という古典じゃなくてね。そうですか。うん。梶井元次郎とか、中島敦とか、あの辺を青春時代はすっごい楽しみで読んでたかな、高校時代。なるほど。三島由紀夫とかね。ああ。三島由紀夫さんの作品ってどれが一番好きですか？あのね、僕は高校時代にすごいショック受けたのは、中世におけるある殺人者のね、何だっけね、正確なタイトルちょっと覚えてない。あ、僕知らないな。あ、そうですか、うん。僕も結構好きで読んでたんですけどね。殺人者がいるんだけど、これの告白小説なんだけど。戯曲ではなくて。あ、もう全然、小説なんだけど。人を殺すシーンがあるんだけど、それはね、ある自分の心の中で大きな変革があって、何も殺してる人間なんだけど、うんうん、この殺人だけは全然違ってね、意味合いが変わるわけ、その時から。はあ。その時にね、こう、刃で刺すんだけどね、それは、刃でその人のお腹を刺したんではなくて、その人の内臓に刃が生まれたみたいな、そういう。あ、すごい。ニュアンス。刺したんじゃなくて、入って、中に入ったっていうような。うん、感覚的な、差の付け方が僕はすごく感動してね。すごいです。こんなこと書く人って、一日に何枚ぐらい書くんだろうと思ったら、一日4枚だってね。え、そうなんですか？原稿用紙4枚って、三島由紀夫さんはそうおっしゃってたみたい。
4枚だ、原稿用紙4枚。俺みたいにね、40枚も書くやつはダメだね。いや、もう締め切りがあるから、そのぐらい書かないと。まあ、でも1日に40枚も書いちゃダメだね。高見なんで書いてんの？僕は。ソフトは。ワードですね。あの、原稿に書い、手書きじゃないよね。手書きじゃないです。僕も原稿手書きの頃はね、小説書く気になれなかったな。あ、僕も、自分悪筆なんで、うん、自分で書いて自分の字が読めないぐらいですから。悪筆？ええ。あ、そう、僕はね、結構ね、四角いあの、ガリ板切ってたから、読みやすい字を書くんだけど、原稿が汚れるのが嫌いだったのね。あ、だからこう書いてって、書き間違えるじゃない。はい、ちゃっちゃっと消して、下に書くとか、脇に赤い字で書くとかっていうのが、原稿汚れて嫌いなの。ああ。そうそう、最初から書き直すの。ええー。そこそやっぱ A 型ですね。うん。いや、そうするとね、あの、20行しかない原稿用紙400字詰めのね、はいはい、20行の18行目で間違えた時のショックね。もう一回書き直さなきゃいけないから。最初から。そう、同じこと書くのが嫌なもんで。止まっちゃいますよね。ちょっと違う表現になっちゃうのよ。そうすると、あれが良かったなと思ったらもうやめちゃうの。飽きて。あ、なるほど。だから、ワープロソフトっていうのができてから僕は小説が書けるなと思った。はい、原稿は汚れないし。ああ。これ違うなと思ったらそっくりコピーして、脇へペッて、置けばいいわけ。置いといて、パッと結べばいいから。なるほど。それでようやく小説を書く気力が湧いたんだけど、うん、どうもワードは苦手だな、僕は。止まっちゃうんだよね、なぜか。かつてライトウェイテキストっていうのを使ってて、これが本当に使いやすいソフトでね。ライトウェイテキストって。だから僕自分の家にある古いパソコンは、OS 変えてない。あ、その方がいいですよ。うん、僕も古いパソコンは OS 変えませんから。うん、OS 変えないで、ライトウェイテキストを使って、そこで完成させて、プリントアウトして、それを渡すようにする。なるほど。データで渡そうとしても、データになってくれないから、誰も読めないから。あ、今のパソコンでは。そう。そうなんだ。それ以外に方法はないんでね。ライトウェイテキストのね、創作者にね、早く、新しいものを作ってくださいって。M1 に対応するとか。お願いしてますよ。そっか、でもそうやってやっぱり、さださんのその、小説の書き方っていうか、そのタイトル曲もそうですけど、はいはい、そういう三島由紀夫さんのその、この感覚っていうんですか、はい、なんかそれにちょっとなんか似てますよね、なんかね。三島由紀夫はちょっと別格ですけどね。だから亀山の告白とか、なんかちょっと不思議じゃないですか、北条の海、春の雪とか。まあね。なんかまほろばに似てません？まほろばとかさ。まあ、ちょっと三島由紀夫はちょっと別世界の人なんで、あの宇宙人なんで、ちょっと僕らの次元で話はできないかなと思いますけど、ね。ああ、なるほどね。僕はね、小説を書けって最初に言われたのはね、遠藤周作先生なんですよ。へえ、そうなんですか。遠藤先生と初めてお目にかかった時に、いろんな話した時に、ちょうど僕がバッシングされてる最中だったかな、君は同じくらいの年の同じ仕事をする仲間に嫌われとるだろうって言われて嫌われてないですよ。いや嫌われ、そうなんですよ先生、なんで俺嫌われてないですよ。なんで俺嫌われるんですかねと、うん、俺がそうだったんだよって先生言うの。男同士って難しいぞって、お前な、それ嫉妬が入ってるからな、あんまり気にするなって言われたの。同業者の同じぐらいの年に嫌われるっていうのは、嫉妬が入ってるからあんまり気にするな。へぇー、うん、で素晴らしい言葉ですね。で遠藤先生とはまあ一度だけだけど、新宿の2丁目か3丁目で朝まで飲んだんですか。飲んだの。あの山本健吉先生と3人で飲みに。すごい。飲みに行って、で、たまたま赤塚不二夫先生と出会って、あの漫画家の赤塚先生とずっと僕飲んでて。その時に、まあ、酔った勢いで、お前小説書けって言われたことあった。あ、そうなんですか。僕書けませんって言ったら、いや、書けるよ。お前の歌は、あの、小説になってるから書ける。って言われたんだけど、書いて持ってこいって言われても、俺いくら心臓強くても、小説書いて遠藤周作に持ってく勇気なかった。だから、あの偉大な作家にね、自分の小説を読んでもらうなんて、恐れ多くて、それで20年遅くなったね。あ、それはもう、初めの小説書いてから20年前の話だったんですね。書けって言われたの、ね。ああ、なるほど。それから安岡翔太郎先生にも、お前書けって言われたけど、遠藤周作、安岡翔太郎に書けって言われたのは、ミスだったね。この人に読まれたくないと思ったもん。あ、逆に恥ずかしくて。ああ。あと、やはりね、さださんをこう評価するときにですね、まあ音楽もそうなんですけど、僕はやっぱりね、
あの、肉体派としての。え？なぜ肉体派とかというと、やっぱ行動力、4500回ですって、今度。いやいや、だからね。だから肉体ですよ、これは。肉体を使わなければ、コンサートはできませんから。うん、あのね、当初ね、9月15日に、4500回がぴったり当たるように、立派なホールを抑えたんですよ。はい、ところが、コンサートが中止になったり延期になったりして、コンサート回数がずれ込んだんですよ。それは僕らもそうですよ。そうでしょう。はい、だから、4500回の日にこれが当たらなくなっちゃったの。でどうするってもうこれやめるってみんなに聞かれた時に、うん、いやこれは生かそうと、はい、タイトルを変えようとほうほうほぼ4500回くらい記念コンサート そうですねそうほぼ4500回くらい記念コンサートで会場も5時くらい、はい、で開演も6時頃はいにしてるんです、はい、6時頃ですか6時頃、だからね、はい、あのなんで6時って言って6時に始めなきゃいけないのかっていうのは僕前から非常に不愉快だったんで頃でちょっと早めに出ますね、この日は。早めに出ちゃうんですね。前説やりますね。前説やりますか？うん。もうやりますか？お客さん揃ったらもういつでも始めるっていう感じ。ああ、集まったら。集まったらもう始めようよっていう。まあ、今年の9月15日、東京ガーデンシアターで。東京ガーデンシアターってやったことある？ないです。なんか、僕も初めてなんだけど。そうですか。楽しみだよね。うん。9月15日ですね。初めてのホールってすごい楽しみ。そうですね。うん、あ、これ最近できたところなのかな？そう、最近できたの。ああ。去年かな？オープンしたの。そうなんですね。去年か一昨年だよね、確か。これはなんか楽しみですね。そう、どういうホールだかね。はい。僕すごく楽しみですね、初めてのホールって。あと、ツアーの方がもう始まってまして。もう始まってますよ、特に。始まってまして、7月に入ると、名古屋がありますね。名古屋あります。国際会場センチュリーホール。センチュリーホールですよ。4月10日と4月11日、僕らもお世話になっておりますけどもね。ね、いいホールですよ。その後ずーっともあのツアーが続いてまして、うん、あと、まあ、9月の1日にはアクトシティ浜松。そして9月2日、静岡市民文化会館。ああ、楽しみです。などなど。この辺もね。これどっか僕もお邪魔したいな。嬉しいな。もうどこでもいいから、ね、もう。このコンサート、ツアーってのは希望ですよね。希望ですよ。音楽は希望ですよ。希望ですよね。全く僕はその通りだと思う。先輩がね、こういうふうに、こう、辞表を胸にですね、うん、ツアーをしてるとやっぱり肉体派ですよ、これは。いや肉体派ね。肉体派ですよ。いや、本当にね、変な話だけど、もしクラスターが出たら、歌手やめようっていうところまで、先週ね、おっしゃってましたよね。やっぱり思い詰めたぐらい。そうですね。だから、サダドンを聴いていただくと余計に、それが、このコンサートの余韻が余計もっと高まるってことですね、これね。そうだね。ええ。じゃあ今日はですね、この中から一曲聴いていいですか？お願いします。これぜひ聴きたいと思います。触りだけね。触りじゃないですけど。もうトークが長いから。新たな感じで僕は聴きました。もう新たな？気持ちで聴きました、この。どんな？ちょっとね、なんか、自分のことも含めて、なんか、絶対に投影しないんですけど、うん。この曲はちょっと自分を投影して聴いてみました。なんだろう、楽しみだな。それでは、サダドンからサダマサシさんで、メンザカ。本日はどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。またぜひお越しください。またね、ちょっと一枚聴いてほしいアルバムができつつあるのよ。あ、また呼んで。ぜひお越しください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとう。ロックエンターテインメント、高見沢俊彦のロックバン。今週の高水ボイスですけどね、スペシャルな発表をしましょう。すでにですね、様々なメディアで発表されて、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、そうです、アルフィーはこの夏満を持してですね、ついにニューシングルを出すことにいたしました。はい、デビュー47周年記念シングルということなんですが、このシングルでなんと70枚目のシングルになりまして、僕らよりも先にシングルが古希を迎えるという、そういうことになりますね。タイトルは The Second Life 第二の選択というタイトルなんですけども、まあどういう歌なのか、まあこれは聞いてもらうのが一番なんですけども、やはり今この時期ですね、この1年半で僕らの生活は大幅に変わった、そして、アフターコロナを目指していかなければいけないという気持ちも込めてですね、まあ去年も友の人生を語る前にという曲で同世代に向けてのメッセージソングということを書きましたけど、これも同じようにですね、
僕らの世代も頑張っていかなきゃいけないという思いも込めて、同世代に向けてのメッセージソングでもあります。もちろんあらゆる世代に向けてのね、メッセージも、込められていますので、ぜひ今回はですね、この歌詞の意味を噛み締めて聞いていただくといいかなと思います。新たな未来を生きるためにですね、まあセカンドライフといいますか、新しい生き方を模索していこうという、そういう意味で曲を作りました。これはじっくりですね、聞いてほしいなと思います。そしてもう一つ大切なお知らせがあります。今年の夏、いよいよですね、 ZRP はライブを再始動します。7月31日、8月1日、横浜アリーナにてですね、夏のイベントをですね、行います。はい。まあこれもですね、いろいろこう3人の合意がもちろんなんですけども、全国のイベンター諸氏の皆さんのご尽力によってですね、まあ現在では一人の感染者も出さずに、まあ公演が実施されているという、そういう運営手段を基本にですね、さらなる対策を講じることで、皆さんの安全を確保できると3人で判断いたしました。あとそれとね、やはりこれ以上この音楽文化の足を止めてはいけないという気持ちも強かったというのもあります。7月31日、8月1日、横浜アリーナにてですね、ZRP の夏のイベント、タイトルはですね、ベイビーカムバックです。はい。なので皆さんどうかよろしくお願いいたします。ライブの RP がこの夏帰ってきますので、ね、一緒に盛り上がっていきましょう。詳しくはですね、rp.com の方で調べていただけるとありがたいなと思います。さあ、それでは、新曲の方を聴いていただきましょうか。ZRP 70枚目のシングルです。The Second Life 第二の選択。ロック版、そろそろお別れの時間です。いやー、楽しかったというか、まだまだ尽きないなって感じがしますね。やっぱりね、完成形なんですよ、佐田さんっていうのはね。僕はね、完成形じゃなかったもんでよくわかるんです。完成形のものが、あ、もう出来上がってんなっていうのがね、よくわかるんですけどね。ぜひまたこの番組でね、2人でいろいろ話したいなと思っています。さて、ロック版ではメッセージをお待ちしています。ライブクエスチョンで高見にぶつけたい質問や話題、相談などをお待ちしています。はがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ高見沢俊彦のロック版、メールはロック版のホームページからお願いします。そしてホームページの放送後期もぜひチェックしてくださいね。それではラジコのタイムフリーで何度も何度も、もう2人のですね、話を聞く1週間をお過ごしください。来週またこの時間にお会いしましょう。お相手は佐田見沢雅彦でした。